ムバラ・エンゾラは、アンゴラ・カビンダ州出身。フランス・オーブ・ケントロワ育ちのサッカー選手。セリエ・スペツヤ・カルチョ所属。ポジションは FW。2010年に、トロワ AC のユース・アカデミーに入所。2014年にアカデミカ・コインブラと契約。2015年1月にトップチームに昇格し、同月29日のタッサダ・リーガの FC ポルト戦で、プロデビューを果たし、 デビュー戦でプロ初ゴールまで決めた。しかし、トップチーム定着までには至らず、以降はサンブリーグなどでプレー2016年8月、セリエ C のビルトゥスカルチョと契約。2016から17シーズンは、セリエ C で11ゴールを記録。以降カルピエ FC、トラーパニカルチョなど、カブリーグでプレー2020年1月13日。 スペツヤ・カルチョに2019から20、シーズン終了までのローン遺跡で加入。加入後セリエ B で7ゴールを記録。チームは3位に入り、昇格プレイオフを勝ち抜き、創設114年目で、初のセリエ A 昇格が実現した。10月7日にスペツヤへの完全遺跡が決まり、3年契約を締結。12月16日のボローニア FC 戦でゴールを記録。 さらに2021年1月11日の UC、サンプドリア戦でもゴールを決め、富安武博、吉田真也とのマッチアップでゴールを決めるなど、存在感を発揮。初のトップリーグとなった2020から21、シーズンは25試合11ゴールを記録し、セリエー残留に導いた。2021年3月に、アンモラ代表に初招集。 26日のアフリカネーションズカップ2021予選のガンビア戦で代表戦初出場を果たした。ありがとうございます。